ただいま米原駅の北陸線ホーム5、6番ホームでございます。かつてですね、こちらに駅そば店がありました。かつてっていうほどでもないんですけどね、まあ1年ぐらい前までありました。それでですね、今日は米原駅から駅そばシリーズをお届けしてまいります。なくなったんちゃうんって思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、あります、ちゃんとあります。今ご覧いただいているのは新幹線ホームの駅そば店の、ポスターでございますね。新幹線ホームには駅そば店がまだまだあります。そしてですね、西口階段を降りたところ、こちらにでもですね、駅そば店ではないですけどカレー店があります。カレーショップね。これもね、駅そば店と同じ会社が経営されている、なんていう、そういうグループのお店なんですよね。それでこのお店、実はですね、営業時間といいましょうか、営業日といいましょうか、とにかく営業日がですね、水曜、木曜、金曜日ということで、それ以外の日はお休みされているようなです。ですのでね、このカレーショップを目当てにお越しになられる方は少し気をつけられた方がいいかもしれません。そしてそのカレーショップの反対側、駅の外側ですよね、こちらの方を振り向きますと、こちら、株式会社井筒屋さん、駅弁の井筒屋さん、こちらの会社のビルが見えます。この会社のビルの中に実はですね、先ほどの、米原駅在来線ホームにあった駅そば店、その駅そば店のお店が今でもあのビルの中にあるということでありまして、今回ですね、そちらのお店の方にお伺いしたいと思います。このライオンズカラーのバスは広告バスのようであります。そしてですね、この日ちょっと雪が、ね、積もってましてね、ちょっと歩くのが大変でした。なかなかね、つるっつるっとね、滑るんですよね。気をつけないと。よし、日向はね、このように雪が溶けておりました。よかったです。米原駅からすぐですんでね、雪がなかったらね、もっと早くね、着くかと思います。で、こちらがキッチン井筒屋さんでございます。こちらでね、米原駅の駅そばをいただきたいと思います。入り口はこのようになっておりまして、お店というよりも会社の入り口っていう感じでございます。実際中に入りますとね、普通の会社の事務所っていう風になってまして、ここどこ、お店どこにあるんですかって事務所の方に聞いたんですよ。そしたら親切にね、あの奥入って右の方行ったところにお店ありますよって言って教えてくださって、でしかもですね、注文はね、ここの事務所でして行ってくださいっておっしゃられるん でメニューも持ってこられるんでね、まあ、事務所で注文して、僕きつねそばが欲しいって注文してお金払って、そしてこちらの、お店の方に案内していただきました。お店に案内していただくっていうよりもね、なんかね、応接室に通してもらっているようなね、なんかそんな感覚もありましたけどもね。でも中ね、ドア入ったらちゃんとやっぱりね、お店みたいになっておりました。ちょうどね、窓の外に見えているのが米原駅でして、ね、米原駅を見ながらそばをいただきたいと思います。注文いたしましたのは、やっぱり定番のね、きつねそば、こちらをね、注文いたしました。これやっぱりね、懐かしいですね。米原駅の、駅そば、あれをやっぱり思い出しますね。っていうか、ここもね、米原駅の駅そばなんですけどもね、これを米原駅を見ながらいただきたいと思います。まずは一味をかけてみたいと思います。まずはお蕎麦をいただきます。一味がね、沈んでしまわないうちにさっさとね、蕎麦をいただきたいと思います。そして続いてお揚げをいきます。この三角に切ってあるんでね、一口でパクっていきます。そして引き続きネギを絡めてお蕎麦をいただきます。次はかまぼこいただきましょうかね。かまぼこいっちゃいましょう。そして続いてそばを、さらに一味を追加、そばをズルズルっといただきます。
ズルズルっと。そして残しておいたお揚げをいただきます。この口の中でそばとお揚げが混ざるこのハーモニー、何とも言えません。そしてさらにそばを口の中へズルズルっといきます。そして角度を変えて今度はおつゆをいただきます。私関西人なんでやっぱりこれがスタンダードなんですけどもね、関西風のおつゆ、やっぱり関西風いいですね。慣れ親しんだ味でございます。おつゆを楽しんだ後はまたそばをいただきます。ズルズルっと。はい、ということでごちそうさまでございました。米原駅井筒屋さんでございました。今キッチン井筒屋さんですね。米原駅前で徒歩 2,3 分ってところですから、皆様もぜひ米原駅までお越しになられた際はこのお店キッチン井筒屋さんまでどうぞお越しくださいませ。駅そばシリーズのご視聴ありがとうございました。